こんにちは、令和哲学チャンネルです。今回は松代大本営のこと、語ってみたいと思います。タコさん、松代大本営、めっちゃ感動しました？めっちゃ感動しました。先生がすごい感動してたので一緒に感動してました。ありがとうございます。ただ僕も松代大本営って全く行くまでは知らない場所だったので、私もそうですよね。なので、簡単にどんな場所なのか説明させていただきます。松代大本営地下壕は、長野県の舞鶴山、現在は気象庁松代地震観測所になっている場所です。こちらを中心として水上山、象山に5番の目のように掘り抜かれ、その延長は約 10km に及んでいる地下壕です。1944年7月のサイパン陥落後、本土爆撃と本土決戦が現実の問題となり、大本営、政府各省庁をこの地に移す計画で約1年半の突貫工事で約8割が完成した場所になっております。今年の7月に行きましたけれども、先生はどんなことを感じられましたか？私はね、建設を映画以上の映画で撮ってます。1945年8月15日これが人間の歴史の中で一番大事件で見てますね。人間はね、決断と覚悟によって、歴史のターニングポイントが作られるんだけど、一番でっかい決断と覚悟、それが生まれちゃったのが1945年8月15日の昭和天皇の決断ですね。そうなんですね。今 AI の問題も深刻になりますけどね、気候変動の問題から世界三次元素、核元素とか貧富の格差とかね、本当に人類滅亡の危機だと思ってます。これが突破できる唯一無二残された、規模が、私は日本文明の大きな目覚め、大反転、それがね、1945年8月15日の昭和天皇の決断と覚悟と涙を、日本人がね、1億3000万日本があれが共有共感できるのか、ただのなんか終戦じゃなくて永遠な終戦だから、80億の人間が鬱、自殺、殺人、戦争が不可能な完全認識、完全教育ね、私はそれをね、愛の爆弾って言ってるんだけど、愛の爆弾、アメリカが日本に落としたのは核爆弾だよね、それは日本が強すぎるから、だから絶対負けない日本になる。だから本当に日本の城見たらね、天守閣が守られる限りはね、日本の城を取ろうとして入れば全部死んじゃうの、それが日本の城の構造なの。すごい複雑な罠の構造になってるんですね。ただの刀の戦いではこれ城を取ることは本当にもう無理ぐらい、日本全体が、島全体が城で見たらね、今回の長野の松代大本営がいるところは天守閣だったのね。日本の天守閣なんですか？日本の天守閣、スカイチュリーような高さ、長野がね、日本で一番高いところで、一番深いところで設置してるのが大本営と、天皇がいらっしゃる場所と、三種の神器が、入る場所、だからそこは私が行ってみたら、あの1940年代の飛行機では絶対空爆不可能な場所なの。日本は2つのプランを準備したんだよね。中端武士道南西線のそのまんまで男の攻めに行くか、中端武士道朝鮮線に変わって受け入れちゃう。昭和天皇はね、中端武士道の朝鮮線耐えること、だからそっちを選択したと。本当に深い海になって、どんな汚い、川水が来ても汚くなれないぞとかの、日本文明に対するその確信と愛情を持って、それでもう勝負する覚悟をして、それが人間の歴史の中で一番偉大な決断と覚悟。なるほど。この長野の松代大本営地下壕に移動することは、集団武士との男性性のプランを選択するという選択だったんですね。徹底的に戦う、それはもう日本全国核爆弾が落とされても最後まで戦うぞって、一億総督校の状態だから、もう台湾も行って、朝鮮半島も行って、満州も行って、核爆弾が落とされるんだまで
考えたと思うんだけどね、うん、そこまでしながら徹底的に戦う準備もしたんだよね、うん、準備してたんですね。そう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 、あの状態になったらもうアメリカも何百万死ぬだろうし、でだったらもうアメリカのね戦争反対のね、それもかなり起きてしまうほどだし、学爆弾が2つだけじゃなくてあちらこちらで落とされたりとかしたら世界のね、うん、世論もねどう変わるか分かんないじゃないですか。その頃ぐらいのプランもあったけど、もう全部オールジャロ化してアメリカの7年間の植民地までなって耐え難き耐え忍び難き忍びアメリカ一切恨まない、アメリカは戦争犯罪国家にしない、日本が戦争犯罪国家にされてももう耐える、うん、集団武士道朝鮮制勝負ですね。そんなことが選択したんですね。それで今はもうね本当に世界からもそうだし、アメリカが世界で一番信用できる信頼できる依存できる国になってしまったからね、日本がすごいことですよ。いやすごいですね。松代大本営地下壕を作っている時にはもう諦めない精神で、でまたこの地下壕を作る時には日本の力だけじゃなかった。そうですね、その朝鮮の方から多くの労働者が6000人のね人たちがね6000そう6000人びっくりしましたよ。テグとミリャグとかね、今韓国の、ね、研修所があるところとか私のね地域の名前テグだってテグって書いてるから、はい、ミリャグってまあ日韓が一つになって絶対負けるもんかって、うん、実際ねかなり歴史の歪国がひどいけど、1944年45年の朝鮮は日本人以上に日本人になるぞってね、うん、そのね雰囲気もすごくあったからね、だから絶対負けるもんかとかしながらね、いや本当に一緒に頑張ってたんだなと頑張ったところですよ。すごい思いましたね。天守閣自体が高さ上の天守閣じゃなくて深いところでね大本営をセッティングしてるほどだから、逆に違う言葉で表現したらもう心の戦いですね。だから戦争が終わってない、うん、心の戦いが深さに行ったんですか。深さの戦いが続いている状態、それで愛の爆弾が日本から生まれてくる、これがもう教育のね完成、完全教育がねできた時に日本は全世界に軍事戦争経済戦争なしで世界全体を一つにさせるができる、人間の尊厳技能人間最高の機能を、ね、使うができる、愛でワンワールドになっていく、ピースリーダーシップを発揮できる日本の時代が始まりますね、間違いなく。楽しみですね。はい、松代大本営はね昭和天皇の涙決断めちゃめちゃ感じやすいところですね。ここにねいらっしゃるこうなんかそれがあったみたいけど体の調子が悪くなって、はい、来なくなったって話がありましたけど、そのぐらい悩んだよ。 A プランで行くか B プランで行くか、 A がいい、いや B がいい、 A がいい、めちゃめちゃね考えたと思いますね。その中でまあ朝鮮制勝負でもうだから730万のみんな銃を下ろして、うん、滑って終戦って、いやあの日本人一人一人は絶対負けを知らない、ね、人間で教育されている状態だから、ね、天皇がモデルになって終戦のモデルになってやってくれるからみんなついていって、そんな状態なかったけど、ね、日本の皆さん一人一人がみんな神風特攻する気持ちで核爆弾持ってアメリカの兵士がいるところを全部行くってイメージしたら、地獄は地獄だ、地獄だから一切アメリカを恨まないでしょ今。そうですね、もうそれはだから昭和天皇がモデルになって終戦だって耐えるんだ日本はって、だから全て受け入れちゃって大成功状態になってるから、日本で愛の爆弾が作られたら日本は全世界に愛の爆弾で撃つ自殺殺人戦争が不可能な教育チャンピオン日本、AI 時代の企業をねチャンスに、全ての問題を全部一掃させるのは人間一人一人が最高の尊厳技能を発揮できる、
その教育ですね。たった1日でできちゃう。たった1日ですごいでしょう。すごいですね。今私たちは2デイ3デイ5デイで日本全国を回ってるけど、2025年からは1日でできるくらいの圧縮して表現ができる。だからもう個人が完成できた人たちが共同体をどう完成させるのか。日本の武士道ではだからね、決断と覚悟、絶服文化で共同体行っちゃって、人間一人一人個人が知るべきのことを省略しちゃったの。なるほど。決断と覚悟で行っちゃったから、それで強すぎるから、強すぎるから、強すぎるから核爆弾まで受け入れちゃったの。日本は弱かったわけじゃないんですね。強すぎるから負ける戦争を始めたわけじゃないんですね。強すぎるから、だから核爆弾が切ってるし、最後まで戦っちゃったらね、負けてないよ。負けることは不可能なの。城の工場があるから。なるほど。ただ全部全滅しちゃう。地域全体、未来がない状態になっていく。そのことを分かってるから、もう天皇がね、銃を下ろして終戦。だから1945年8月15日は人間の歴史の中で一番強烈なターニングポイントができる。人間一人一人が完成される。愛の爆弾が日本から必ず生まれる。それが昭和天皇も待ってたことなんですね。そうです、そうです。昭和天皇の決断と覚悟を80億、ね、人間たちがみんな愛するリスペクトする時代になりますね。これから日本の中ではね、昭和天皇の神宮が必要。昭和天皇の神宮、神宮が必要です。はあ。で、私はね、個人的にはね、長野は南西線に行くこともあるし、はい、あと長野 ね、松代もあるけど、秋田のね、唐松神社がね、新しい生命の誕生とか、ジーゼスのね、御霊をね、祀るそのことでもあるからね。先生が過去の令和哲学チャンネルでも紹介されてた唐松神社ですね。それがね、ね、昭和天皇の神宮になっていけばね、一番イメージ的にはすごいぴったりだなと思います、ね、なるほど。それは本当にその昭和神宮が完成してしまったら、日本の本当に心の時代が始まるターニングポイントになりますね。ターニングポイントに、ね、なると思いますね。先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。